ましょう。ちなみに私たちは皆さんから見た鏡向きになってダンスをレクチャーしていきますので、同じ方向に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。まず肩幅より足を大きめに広げ、両腕を前に伸ばします。そして両腕をこのように
いかがでしたか？それでは今度は今練習した4つのエクササイズをもう一度1パートずつ